タンジェントあると距離が分かっていいんですって本に書いてあるんですけど、ね、何事もやっぱりね証明できないといけないんですよ。数学は暗記かそれとも自分で考えるものか、うん、ハローゼア、ティーハローゼア、ハローゼア、ハローゼア、こっち見ちゃった、こっち、こっち、こんにちは、そこら辺、はい、ああ、そこら辺じゃないけどね、こんにちは、そこら辺、はい、じゃあ今日またカンタロさん家にちょっとね、お邪魔してるんで、邪魔だよ、ほんと邪魔、受験生版タイガーファンディング太田さんと来てるんですが、はい、ちょっとですね、僕、まあ数学勉強してるじゃないですか、してるじゃないですかって言ったって知らないの、ファーストイヤー、ファーストイヤー、嘘つけ、ファーストイヤー、カンタロさんみたいにね、途中でトイック投げ出すとか、あれだって俺は勝手に命令されただけでね、自分からやるって、アイハブ出ませんと。さあそんな中でですねやっぱタンジェントとかあるじゃないですか、やっぱタンジェントとかコサインとか、はい、まあ公式はなんかねいろいろあって覚えられるんですけど、タンジェントあると距離が分かっていいんですって本に書いてあるんですけど、どういうことですか、実生活タンジェント役立つってどういうことなの、実生活に役立たないんだよ、役立たないんだよ、よく区役所の人とかがこう測量でこうやってやってんじゃん、はい、あれまでにそれそうです、それでしょ、うん、それみたいなことが書いてあるけど、あれは角度測って、うん、とかなんかどうのこうって、まあ、結局使ってるのは確かに三角比ですよ、その仕組みをちょっと教えてください、測量の人たちが。だってそう。で、だって距離が知りたいとかってだからどうせこう木かなんかがあって、うん、こう見上げるわけでしょ。はいはいはい。眺めてこの人がこうやって、はい、で見上げる。これ人？ダニ、うん、みたいな。はいはい、でそれが角度30度でしたと。はいはいはい。でこれだけじゃ分かんないよさすがに、うんうんうん。木の高さも距離も、はいはい、これも分かんないよ。うん、あともう一箇所分かればいいだけで。もう一箇所っていう。例えば木の高さが分かってるとか。はいはいはい。例えば木の高さ分かってるよとかっつって。例えば 30m、うん、そしたらこれぐらい分かるでしょ、そうするとここがどうやって分かるんですか、計算するでしょ、どうやって計算するんですか、あれでしょ、タンジェントってなんか色なんもね、色違いって言っても色違いって言っても ダメだからだからなんかタンジェントこういうやつなんでしょ、あこうでなんかサインはこうで、コサインはこうみたいな、なんか、じゃあ、こう、X としたら、ここではタンジェント、どう表せるの、うん、この30と X と30メートルの関係は。こことそうそうそう、30度。これ多分何にも全部映すの、全部映んなくなっちゃう。はい。それを、こういうことですか、そうですね。はい。で、タンジェント30度ってのは分かるわけよ。角度が分かれば、うん、この値ってのは全部決まるわけね。なるほど。でもちろん29とか28だったら、うん、人間の手の計算じゃちょっとね、あ厳しいわけ、はいはいはい、でも一応タンジェント表とかっていう、うん、タンジェントの角度の一覧表にどんな角度でもね、うん、この値書いてあるの。なるほど、ね、で30度だったら君でも出るわけよ。そうなの、君でも、へ君でも出せる、うん、習ったでしょ中学の時、三角定規、直角定規、はいはい、直角三角形の、そう三角定規タイプ、うんうんうん、三角定規どういうセット2枚、え正三角形なんか、まあ、ないよね、ないよ、正三角形なんか見たっけ、でも直角三角形ありました、それありました、2枚入ってるそれで平行のなんか何が平行のこれ描けって言われてできなくて居残りしました、残ってる一生そこから算数が嫌いになったんですよ、こういうの入ってたでしょ、正方形を半分にしたやつ、はいはいはい、なんていうの、直角二等辺三角形、How to say in English、 知らないよ、でもう一個はここは30度と60度なの、全然見えなくなっちゃう、うるせえじゃん、それっていうのは正三角形を半分にしたやつ、おーおー、なるほどなるほど、だ正三角形半分にしたからここの辺とここの辺の比分かるでしょ君でも、うん、何対 X、 ねルート出てくんだよ、出てこねえよ、ここだからここと ここなんだから出てこないんだよ、ここに、だってここがルート、正三角形なんだよ、正三角形、うん、一辺の長さね、うん、いくつでもいいよ、いくつがいい、うん、5、バカだね、いや、いいんだよ、いくつでも2とかがいいの、やっぱ2がいいでしょ、やっぱり2がいいよ、2がいいんだ、2がいいでしょ、うん、そしたらそれ半分してたら、これいくつだよ、うん、1だよ、うん、1対2なんだよ、うん、で、ピタゴラスの定理は知ってるでしょ、あ、なんか聞いたことある、直角三角形のとピタゴラス1ってやつですね、うん、ピタゴラス1、これがさっき言ってたじゃないの、ルート出てくる、ルート出てこないの、出てこないんだ、まだピタゴラスの定理知らないの、もう覚えてない、ピタゴラス覚えてる、ピタゴラスの定理 A2 乗足す B2 乗が C2 乗っていうね、ああそれね、はい、もちろんでね、これじゃあせっかくだから俺さんの出番だよ、ね、何事もやっぱりね証明できなきゃいけないんですよ、証明、おお正面来た、また背中だけが映り続けるというね、ごめんなさい、そう、僕らやっぱ YouTuber だから横見て喋るけど普通そうだよね、確かに、お前とか言っちゃった、君もね、これね、うん、それは知ってるし、だから照明ぐらいしろよ、ちゃんと、あ、照明で100通り以上照明方法あるらしいんだけど、100通りも
るんですね、うん、一番簡単な一つぐらいはまあ覚えておくっていうか、一応なんでかなって思ったら証明していきましょうと。証明しましょう。じゃあ終わりました。よし。まあでもこれもでもね、知らなきゃ図は描けないんで、数学は暗記か、それとも自分で考えるものか、うん、両極端なんですよ。お数学ってね、数千年もの間いろんな人がね培ってきたものなの、うん、そうすると自分で全てを考えて解決しようと思ったら、数千年の歴史を一人で背負わなきゃいけないの。なるほど。そんなの無理なの、中国憲法見て。でだから結局先人たちの知恵はもうじゃんじゃん拝借して、うん、でもそれを自分のものにするときにやっぱ証明しましょうってことで、これを証明するのに、例えばいきなり証明するための図って、まあ結局こういう合同な直角三角形を3つじゃねえ、4つだよ4つ書くんだけど、こんなに突然やっぱ書けないでしょ、はい、なかなかね。で書ければもう簡単な話ですよと、うんうん、ね、こう書ければ、ここなんですか、90森田先生、ここなんですか。分度器必要ですね。必要じゃねえよ、これ全部合同な直角三角形書いてあるんで、合同な直角三角形、うんうん、ここなんですか森田先生。60と30だから、だ別に60とか30決めてません。決めてないんだ。何度か知りません。あ、そうなんだ。90度ですね。同じだから。丸バツで90だからね。そうそうそう、丸バツで90だから、まっすぐから90引けば90度、うん、でこの長さが C と。ほら2人揃ってちゃんとこれの証明しろ。はい。来てください。やっと出ましたよ、出番が。お前もだよ。これここまで書けばできんだろ。よし。よし。はい。君そこに書くの？あ、僕ここに書くの。太田さんはここに書くの？はい。じゃあ太田さんの書いたのを見ながら。いや、清書します。数学は手を動かしろ、手を。はい。手を動かせて。うん。ノリでって良くないですね。え？なんつうの？ノリでやってみます。ノリでやってみます。こう貼り付けてこうやってノリかなんかで出たんです。コスナインは。A かける B。シータ出てないや、そもそも。コスナイン。今別にあの三角形なんか使ってないそう、そうだよね、そこじゃないもんね。になるから、あ、これ来た来た、よかった、はい、よかった、叩かれない、これでも叩かれてないっつ、誰叩かれ、俺叩いたことないよ、コメントに叩かれる、どうやったって叩かれるからしょうがない、そこわかりましたはい、証明できました、はい、君分かってないの、ん、何の話、要するにこの正方形でしょ、うん、正方形の面積から C×C で、 C×C で正方形の面積ですね、これ。でかい方の正方形、あ、でかい方、でかい方は A×AB、 何言ってるんだよ、 A パスプラス B、 これこの正方形だよ、このってどこ、大きな方、この一番大きい正方形、ああ、これ A って書いてあるけど、こういうことね、こういうことね、はい、これと A プラス B 事乗、そうね、はい、ね、はい、ね、はい、イコールイコール A 事乗プラスのやつ、あ、まあいいよ、ね、A 事乗プラス単純計算ね、プラス B 事乗、はい、で、イコール、これも全部隠れちゃってる、イコールイコール、はい、イコール、イコール、イコール、これで、それはこの面積は直角三角形4つと真ん中の正方形、うん、が同じってこと、うん、だからこの4つの三角形と真ん中の正方形っていう式をここに書いてごらん、この4つと真ん中足したら、うん、全体なんだよ、なるなる、それわかる、それを書けば、それを書けば、それを書けって、この4つとこれを書けってことで、ここに、ああ、書けって、わかったわかった、わかったわかった、そうすると、え、こいつ2つで割れるんじゃないの、こうするんじゃないの、ここ、それが何個、これが4つ、うん、あって、それと SC は書いちゃいけないの、もちろん使うんだ、これと足す C 事乗、 C、 これとこれね、うん、C 事乗、はい、そう、これ 2AB でしょ、これは、はいはい、こうちょっとこう一旦、これは、はい、これは消えて 2A2B になるよ、 2AB、 うん、なるよ、これとこれで、はい、キャンセルできるよ、キャンセル、キャンセル、はい、キャンセル、消えると、これ、これが消えて、何が残った、 C 事乗が残った、 A 事乗足す B 事乗は C 事乗、あー、なるほど ね、 ね、で、今何話したんだっけ、いや、タンジェントで距離が分かる、距離が分かる話ね、で、これが繋がる、繋がる、一応三平方の定理使えばこの長さ出るでしょ、うんうん、出せ出せ出せ、早く出せ、A 事乗足す B 事乗が C 事乗、うん、それでね、で、こういう、ここが C 事乗に当たるわけです、そう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 、はいはい、C 事乗じゃなくて C で、ね、ああ、そういうことね、はいはい、ってことは、2足す X 事乗、こうですか、なんで2が2回も出てくるんだ、なんで2が2回も出てくるんだ、これは1なんだ、それ、はいはいはい、もうもうじゃねえちゃんと書いてこういうことね、そうそうそう、はい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 、で、だから X 出せよ、これ X 出せばいいわけね、うん、はい、マイナス4だから3、こういうことでね、ってことは X イコール事乗イコール3、はい、
ということは x イコールあとこれプラスマイナス、マイナスはこの場合はなくていいけどね、はい、こうやつ、ね、はい、だからここがルート3出ましたと、そしたら、うん、じゃあこっちがここが1で2でルート3なんでしょ、うんうん、60度30度だったらこれ覚えた覚えた、1対2対3ってタンジェントだからこっちね、タンジェント30度はこうでしょ、うん、いくつルート3分の1、そうね、そうするとさっきの話なんだっけ、高さが 30m っていう設定があんまりいいかかどうか分かんないけど、うん、こうだったんでしょ、でこの中知りたかったんでしょ、うん、そうすると x 分の30がルート3分の1と、ルート3分の1になると、うん、そしたらまあ x は出せるね、そうすると両方30で割ればいいの、そうね、割る、まあいいや、ここ、あ、前に行くんだっけ、こうやっちゃいけないんだっけ、何してこうやっちゃいけないのか、逆なんじゃないの、あ、逆ってどういうこと、だからここバスでかけてみる、こうやって x イコール30ルート3、うん、でどう考えたってこれ、そしたらすげえ短いでしょこういうときもね、あれ逆だっけかなってときに、あの感覚的なやつさ、これ x がさ何十分の1とかだったらさすげえ短いじゃん確かに、ね、確かに X はこれしたらこれ出ますよって、のそれだけの話だよ、ちょっと待って、それが例えばここがメートルだったら、うん、これメートル、ここが30ルート3だから、まあこれが大体 1.7 ぐらいの数なんで、人並みに汚れやとかって覚えたでしょ、うん、え、あ、人並みに汚れや、まあだから50何メートルだよ、51ぐらいですね、51メートルぐらい、うんうんうん、分かる、あれだから測量したらこういうことやってんだよ、そうピーチってピーチで角度とかなんとか混ぜて、多分そういったので何とか測って、うん、はい何メートルってすぐ出ちゃう、何をやってる、違うだろうなって今時は跳ね返ってくる何とかで何メートルって分かっちゃうんじゃない、分かっちゃう、ゴルファーだってこうやって何メートルだって持ってるからね、何だから あそこまで何メートルって測れちゃう、へえ、それは多分ね三角比使ってないと思う、きっと、なるほど、光工学的なことだと思う、あ、じゃあ別にあのこのゴルフのフラッグ、まあ、でも根本的な仕組みはきっとまあこれなのかもしれないけど、ね、そうです、でやればタンジェントで距離が分かると、はい、で森健先生に、森健先生って誰、森健じゃねえ、森健先生って誰、森健はあれだ俺の高校の時のジャンユーだよ森健さんと混ぜてるでしょ絶対、はい、じゃあ頑張ってください、はい、やります三角比、はい、ありがとうございます、さあじゃあ頑張って数学やっていきますんで、はい、まあ勘太郎さんがいれば100人力ということで、全然ありがとうございます、じゃあよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。